気をつけて頭に入れてることなんですけど、これがしかしアジャも崩れ落ちましたよ。裏剣を温存していた部分がありますからね。裏剣一発、意識朦朧は豊田真奈美。東京ドーム大観衆豊田真奈美ホール。一体どういうこの勝利の行方はどこへ行ってしまうのか。うわ、垂直落下式ブレーンバスター。じゃあ見てないだべ。それをね、最後に胸を張って自分の最後の試合にしたいなと思って、こういう試合、そして最後まで勝負にこだわりたいっていうので、土屋を選びました。クロスを落としてましたからね。あっさりアジャに返されてしまった。すごい張った。張り手、張り手、思いっきり張り手。信じられない。これ細くいきましたよね、これ。先ほどのお返しか、ちょっとまたこの放送席か、いや、向こうに、どうやら向こうの本部席か、ファイルドライバー、じゃあ。さあ、対角線に振り返す。さあ、そしてクリアに来られた。とにかく初めてプロレス見てね、おっと来た。さあ、来たぞ、上がった。頭から鼻の流れ水に、それもう顔面に血だらけアザコング。うわー、強烈なスイープというのか、後頭部にパンチを打って、今度はエルボーを逆に返していった。レジーは何があるのか、レジーは何があるんだ。ニュートラルコーナー、ちょっと技が停滞している。どういった展開が、デカモン同士って感じがしますからね。そうですね、これはカリビアンスプラッシュを大胆にも狙おうというんでしょうか。でも腕が回んないよね。トップロープです。しかもさあ投げること、ああ、危ない。うわ、すごいデンジャラスであります。カリビアンスプラッシュをなんとレジーにカウント2で返した。あれ、いきなり流血ですか？バイソンはさっきの頭突き一発でパカッと割れたんですね。機体がいっちゃったんじゃないですかね。しかしバイソンはこうなると逆に切れますよ。そうですね。そうなると期待が高いですよ。流血は口からですか、おでこからですか、両方ですね。ああ、そうですかね。ダブルで、試合開始から口のところをすぐに切っちゃったんで、今度はおでこですから2箇所切ってますね、これは。やっぱりこの対決にふさわしい雰囲気というか、のっけから備えましたね。いきなり来ましたね。パートナーだからって言っても、ガンガンやるのは礼儀みたいなもんですから、この人たちは。もうそれはもう全然遠慮はないでしょう、お互いに。本当に礼儀でしょうね。やらなかったら失礼に当たるという、そういう感じでしょうね。Today, it's their manner, you know, hey, show respect, they work like a real skill.That's the way they are, I guess. Well, with these two working together all the time, they know what each other does. So you figure they're going to be able to block it too. 要するにいつもタッグを組んでる相手同士ですから、気分が違うね。違いますね。ラーメン食い行くの楽しくないね。男がやれても楽しくはないけど、やっぱりね、顔がこう時間がになっちゃいますよね。やっぱりね。ハンドルはでも顔とか強いですね。殴られてもね、全然ね。足を飛ばした。食われるかね、やるかやられるか、もうそんな雰囲気。この表情はハンドリー通してよ。おっと、高速膝必要に攻めてますね。そうですね。アキレス腱か。これはまだ決まっていないという、やはり関節技ではハンドリーのプライドがそんなものでは決まらないというふうにね、今反対に危ないぞ。2発あって、ハンドリは本当に見ていて何か怖いものがここまで伝わってくるんですけれどもね、一体この戦いどんな結末を見るのか。ブルさんもこれ試合前言ってましたけど、見たくないんでしょ。見たくないですね。でも見たいんですよね。でも怖いんですよね。みんなそう思って見てるんですよね。見るのが怖い。もうそんな試合は本当に、まあ近年なかなかないんですけどね、そんな試合は。結構先生もかけてますからね。ボディーブロー、6軟骨ですか。パンチ入れてくるんですね。すごい。これはもう、反則だなんだっていう、もうそういう世界じゃないですからね、これ。本当に喧嘩。6軟骨痛めている北斗、容赦なく攻めていった。一本足ずつき、このハンドルの頭突きも半端じゃないんですよ。藤原義明直伝の一本足ずつき、見るからに頭固そうですもんね。喧嘩キック、これもなんかこう人を小バカにしたようなね。天竜張りのデンジャラスクイーンをそこまで舐めていいのか、そんな期待しますけれども、北斗もこいつですね、これこいというとはもう様相がガラッと変わりましたよね。天竜張りつま先蹴り、もう北斗とハンドルしかできないですよね、こんな戦いはね。北斗ボディーブロー狙っていたぞ、デンジャラスクイーン。喧嘩ですよこれ、街の喧嘩ですよこれ。完全決着ルールをね敷かれていますからね、当然足を畳んで一気に深いところなんでしょう。さあ、フルネルソンの形、肩を決めていったが、結構北斗はいつも動いてって感じだけど、今日はじっくりやってますね。メキシコ流のね、ストレッチ技というか、まあそういったものを対応してますよね。関節技ではもう負けてはいないというこの北斗のアピールなんでしょう。リング中央、がっちり首ロックしています。これはどうでしょう、首と肩ですかね、決まっているのは。両肩じゃないですか、腕の付け根とか。根負けしたか、この表情。この試合初めてロープに振った。すごい。世界に引きずり込んだ途中ですね。これはデンジャラスだぞ。さあ机の上で何をやるんだ。危ない。これは入れ替わったツームストッパーじゃない。これは物に入った。北斗が狙おうとした。そのツームストの入るといえばこれ机高いんですよね。このね、すごい。これは大丈夫でしょうか。ものすごいシビアな戦いになってまいりました。やっぱりカンヌ選手というその不器用さ加減が怖いですよね。やっぱりですよね。だからカンヌ選手って華麗な技をやるタイプじゃないんですよね。全然華麗じゃないですよね。大流血。北斗大流血だ。おびただしい位置。ものすごいおびただしい位置です。大丈夫ですかね。いや本当にこれデンジャラスです。デンジャラスな戦いになってまいりました。こればっかり繰り返してるんですけれども、リンガードなしということで、ああいうところでね、カンドル選手がプロレス技を使って北斗を痛めたことによって試合の色っていうか空気っていうか味は北斗のものになっちゃいましたよ。かえってなるほどね。これからの先輩展開がそして殴った。に行くか、あるいは5点均一ハイドライバーか。もう一度トヨタを持ち上げた。そして正面に向けてハイドライバー、この今鈍い音が響いてきたが、ここは高子がカットに入ります。聞いていない、トヨタには聞いていない。どうですか、このドル仲間のこの体型。いやー、アスカ、これブルの体型すごい締まったね。締まりましたね、足もね結構締まりましたよね。多分ね80キロ台に戻ったと思いますよ。まあ80キロはまだあるでしょうね。80キロより多いと思いますけどね。この間聞いた段階で90キロって言ってましたから、90キロにさらに減ってるはずですからね。おそらく80キロ台の体重だと思いますが、佐藤にキック。コスチューム見ても忍者のっていう雰囲気ですからね、ハーレーは。さあ、ヌンチャクを取り上げた。さあ、ダブルヌンチャクか。さあ、ハーレーが捕まってしまいました。さあ、ハーレーに対しデスク爆破を狙っている高橋アンドレ。技が怖いけれども、守るけれども。やばい、やめて、やー、ドライバー、コマドライバーってるね。過去これね、山川龍二も葬った。コマドライバー伊藤龍二と2.5、やはり一発一発のダメージは重いですね、このレジメン。お、ラリアットを今かわして、あ、今度はもうデンジャラスであります。流れをみんな読んでますから。あっと、これはロコモーションダブルアームスープレックス。いやー、これも何かちょっと怪我でね、最近戦線を離脱していました長谷川ですから、久しぶりに見たなという感じですけれども、ロコモーションダブルアームスープレックス、いやまだいきますね、これは。おっと、いつもよりも出血大サービスといった感じですけれども、さあ長谷川選手もかなり強烈に折り返るこの南の体。かなり決まってますね、これね。リング中央、ちょっと逃げるのもままならない状態だ。新しいものに見えちゃってすいません。レスリングなのか、レスリングなのか、さあ、ここはこれも一つのパフォーマンス、長谷川らしいところです。ロコモーションダブルアームですね。はい。さあ、連発3連発、ロコモーションダブルアームスープレックス、4連発。さあ、何発続くんでしょうか。さあ、いっぱい食べて。いや、まだ続きますね。これは。もう場外でノーサイドボムですよ。